やっとゲットできたわー。ついに俺マジンガーだけ持ってたの、このシリーズ。マジンガー。マジンガー以外全部持ってなかったんだけどさ、俺の大好きなエルマくんに、しかも、デビルマンさ、そっくりだね。そっくりデコられてるけど、すげえそっくり作り込まれている。シャッポジーもちゃんといるしね。シャッポジーとエルマくん。あとカパエルとかもいたらね、雪子姫とかも、いざ最高だったんだけど、まあ、数には限りがあるということで、この6種だったなと思うんだよね。で、エンマくんゲットできるんだけども、激アツじゃん、これ。エンマくん。うわー、素晴らしい。しかしね、見て、エンマくんの他に、デビルマンがいて、なんと、アニメバージョンの俺大好きな。俺は原作もデビルマン大好きなんだけど、アニメの方が俺好きなんだよね。アニメめちゃくちゃ面白い。アニメすごい好きでさ、そのアニメバージョンのデビルマンもいるわけですよ。この肌の色のデビールのダダーン、うわー最高じゃない。デビルウィングも出してるもんね。デビルウィングシャリーンって出してる。すごい、いやかっこいい。アニメバージョンのデビルマンもいんの。あとキューティーハニーにエマくんでしょ、今見た。で、あのオリジナルバージョン原作のデビルマンにゲッターにマジンガー。これマジンガー2つ目で、マジンガー持ってるんでね。このシリーズも見て分かる通りジュースのおまけだったんだよね。このあのね、シリーズ名が長い号コレクションオリジナルフィギュアってやつで、マジンガーだけゲットしてたんだけど、他全部ゲットでき、やっぱ人気だからね、即なくなる。もうこれ超人気だもんね。もうでもマジンガーゲットできただけでも奇跡だと思ってたもんな、マジンガー。でも他のさやっぱ欲しいじゃん、全6種。やっとコンプセット見つけたんでね、コンプセットようやくゲットできて、これマジンガーね。マジンゴー、マジンゴー、いやかっこいいな、マジンガーも。で、ゲッター、いやー来た、ゲッターロボもゲット、うわー嬉しいな。そしてキューティーハニー、ダラーン、これすげー、この別にキューティーハニー入ってんのぜ、めっちゃ面白いよね。この別にキューティーハニーがいきなり、バイオレンスジャックでも良かったんじゃないかなと俺的には思ってね。この別にバイオレンスジャックみたいな。で、デビルマンとオリジナルバージョンのね、原作版のデビルマン。すごくね、これちょっとこのままあの飾ろうと思って、せっかくゲットできたからね。このジュースのおまけいいところがさ、こう吊るして飾れるってとこだよね、こうね。こう、あの、ジュースにこうさ、つけるところがちょうどね、引っ掛けられるようになるからさ、吊るしてこの袋のまま、コレクション、もうこの紙もシートもコレクションだからさ、これもうしばらくはね、これでもつけたくなるんだよね。2個ぐらいゲット、いや3個だな、3個ってこういう風に本当はついてるわけじゃん、こうで、ここを引っ掛けるようにつけるわけです、こうやって。いや3個ゲットできたら1個出して、いやでもシャッポジーいいな、シャッポジーな、シャッポジーリアルに作り込まれてシャッポジーとエンバック、いや最高だったわ。ということで今回はね、このね、みんなもぜひあのゲットしてみて、ジュースのどう、あの中古ショップとかネットとか、まあ、どっかに絶対あると思うから、ぜひね諦めて探してゲットしてみて。このオールゼロ、オールゼロ、三ツ矢サイダーオールゼロジュース、あの多分三ツ矢サイダーについてたんだろうな、何のジュースについてたか覚えてないんだけど、三ツ矢サイダーに多分ついてたんだと思う。この長い号コレクション最高だぜ。もうこの3つだけでも俺かなりやばいし、この3つマジンガーばっかね。あと、バイオレンスジャック行ったら俺も焦点してたな、マジで。気失ってたわ。バイオレンスジャックあったね。ゲッターもかっこいいね。ゲッターロボ、最高だった。でも、俺こんなのやっぱ一番嬉しいのはデビルマンのアニメバージョンかな。でも、エンマ君も正直嬉しいね。エンマ君。デンマ君も嬉しいけど、やっぱアニメバージョンの、いや、かっこいいな。これ出していいな。あ、マジで。チラッと出したいね。でも、このまま、まあ、この袋もコレクション。大事なコレクションだから、このまま飾って、楽しみかな。いや、素晴らしいね。アニメバージョンのデビルマン。